ではまず、不登校について。えー、最近、えー、ニュースで滋賀県の東近江市長がフリースクールをめぐる発言で、えー、不登校の大半は親の責任と発言をし、世間を騒がせることもありましたが、えー、佐藤さんはこの問題についてどう思いますかもし仮に、えー、佐藤さんのお子さんがこういった状況だった場合、えー、佐藤さんなら子どもに対してどういった付き合い方をされますか難しい問題だとは思いますが、えー、意見いただければ幸いです。 ちなみに、えー、文部科学省の調べで、えー、こちら、令和4年度ですね、えー不登校児童、不登校児童の生徒数は29万9048人、えー、これは10年連続で増加し、過去最多と言われております。はい、よろしくお願いいたします。はいとねこれ、本当にあのフリースクールについてね、ねあの市長さんがね、あの、まあ、不登校の大半は親の責任とは言っちゃったんですけど、まあ、親の責任 っていうことはそれちょっと強いすぎだなと思って、フリースクールでその頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるから、それはちょっと言い過ぎたんで、多分炎上したんだと思うんですけどね、あの不登校ってやっぱり非常にあの、まあ、いろいろ子供にとっては不幸な状況でね、まあ、普通に朝起きて、じゃあ行ってきますって学校行って、まあ、普通に勉強して、給食食べて友達と遊んで帰ってくるっていう日常がまあ子供一応健全にするんですよね。でそれからまあそのレールから外れてね、 学校行きたくないからって言って、まあ、フリースクールに行っていくようになると、あのフリースクールって本当になんかなんかあ、いろいろフリースクールもあるらしいんですけど、時間も決まってないし、あのまあ、自由自在にね、勉強したいことをするっていうようなことなんで、まあ、確かにまあ逃げ場ではありますけどね、まあ、一番なんか不登校で一番心配なのは、いじめですよね。いじめがね、あのしまあ、なんかすごい熾烈ないじめしたりとかしますよね、LINE 外しとか LINE どうとか。 もう自殺に追い込むようなことをするから、もうそこまで追い込めそうな雰囲気になってたら、それを私はもう全然フリースクールに行かせてあのやると思いますけどね。だからそこなんかね、微妙なんですよね。なんか例えば、あの朝、まあ、そんなにいじ,めいじめとかじゃなくてね、あのまあ、いじめいじって多少なんかいつの時代でもあるんですよ。かそのすごいこうなんか追い込み方がすごい時は、今の時代にちょ,っとちょっとすごすぎるんですけど、 昔から多少いじめっていうのもあ,あったんだよね。だ嫌だけど、まあ、学校に行くっていう、まあ、なんかまあちょっと行ってみてみ。で、クラス分けでね、あの子と嫌な子と別れてはよかったみたいな、今年1年はというような、まあ、嫌な思いをしていくっていうことも結構まあ大事ではあるんですよね。そこをね、家にこもったりとか、いか学校にから一切拒否して、フリースクールに行くともう戻れないんですよね。戻れないとやっぱりね、なんかあのちょっと。 はそあとが大変っていうかね。で、フリースクールで学校のように、私とかが、小学校だったら、小学校の勉強をフリースクールでやろうが、学校でやろうが、やればいいと思うんですけどね、全然。あのやでもね、小学校って、小学校2年生は2年生は勉強、3年生は3年生で勉強しないと、やっぱり教科書ってよく,よくできててね、1年生、2年生で、そうあれ全部マスターしていかないと、やっぱり子どものね、あの頭の中ってよくできていかないんですよね。しかも12歳まですごく大事なので。 だからね、それをなんかそのフリースクールで好きなものだけやるっていう風になるとね、もうなんかその好きなものでやるって、なるとなかいいような言い方するけど、日本人日本のね、教育はね、押し付けてどうのこうって言うけど、多少何も知らない子には、まあ、トレーニングのように計算とかをさせないといけないからね、あのーまあ、なかなかその、なんていうか、その自由に、自由にっていうと、結局、自由にすると子供ってしないから、 フリースクール行ってて、実力がつかないと、その先が見えてこないんで、まあ、微妙かなっていうことはありますよね。だからね、本当に難しいんですけど、まあ、あのー、なまあ、フリースクールのなんか、内容をもうちょっと私は充実させたらいいかなとかと思うんですね。朝起きて、すごいなんかいあの家にこもってね、その不登校からその、 引きこもりになる回数が,あことが多いじゃないですか。で引きこもりになって、今度大人になるとね、もう本当より一層出てこれなくて、で親はどんどん年取るしね、もう本当よく問題になってますけどね、あのもう親がね、80とか90になってね、まだその年金でその50とか息子をね、引きこもって息子を食べさせるみたいなで、親が死んでしまった子供はね、出てこれなくなるみたいな、まあ、ちょっとそれは非常に悲惨なことになってね、でこう引きこもりも、不登校もそうですけど、長引けば長引くほど、 元に戻れないんですよね。だからそこら辺がね、まあ、どの程度のあれがもう難しいなっていうまあだから簡単に子供もは嫌だからって言ってあのだからじゃあもう楽屋住んでいいよっていうのは私はなるべく言わない方がいいかなっていうふうには思ってますあのまあ簡単に言うともう,もう行かなくなるしね だからそういう時でいじめがあったりすると、それはもう徹底的にやらないといけないんで、子供守らないといけないんで、学校なんか行かせる必要ないんですけどね、命がかかってるから、それ以外はね、なんかね、あったらね、あの、まあ、多少はまあ、我慢して行かせるっていうことは、割と大事かなっていう、子供自体も大きくなるし、周りも大きくなるんで、あの、まあ、雑、ま、誌、あ、を行かせた方が、私は後々あれかなって思ったりしますよね。で、私もね、なんかいろいろ自分のことを振り返ってみるとね、 考えたらね、私もね、あ,のあれなんですよ、あのあ私もね、というか、私ねきょ、給食がね、小学校の給食大嫌いだったんですよ。であの当時の給食を思い出すとね、よく覚えてるんですけど、なんか、ぜんとね、全んにちょっとした野菜炒めに、バナナに、マーマレードに、食パンに、牛乳とか、どんな組み合わせだったらしいでしょ。 あのなんかいちごジャムにバターに牛乳にリンゴになんかねちょっと春雨のなんとかみたいなそれもちょっとどうやって食べるのみたいななんか大丼とパンを一緒に食べるの私信じられなくてもうなんかねなんかそういう意味でね私もほ給食大嫌いだったんですよでね給食嫌いで嫌いでねなんからねごっくんできないですよなんかまずくて食べられないからそれでね本当にあの 覚えてるんですけど、4年生の時にもうもう給食食べられないから、なんか、ね、ほんと食べる遅いんですよ。それでクラス4人ぐらいいたんですよ。一番遅くて、給食の時間内に食べられないんですよ、私。<laughs> それでね、結局先生がね、じゃあまあちょっと5時間目ね、授業するからそこで食べときなさい全部食べなさいよ、みたいなも全部食べさせるわけですよ。で私は5時間目ね、授業を受けながら1人だけ給食食べてました、<laughs> 今考えたら。 で考えてとこのまあ、周りが別にねもうなんだお前みたいなそんなこと言わないんですよだからまあそれでなんか行けたのかなっていう感じですけどそれ1日だけじゃないからね毎日毎日ね5時間目までね入り込むんですよで5時間目の途中ぐらいにねやっと食べ終わってで、ね、授業授業中なのに抜け抜けてねあのあれなんですあのなんか給食のそのいあの 食器とかね持っていくとまで持ってってで戻ってきてまた授業を受けるっていう,うなことをしてたんですよ。あれよく不登校にならなかったなと思って。<laughs> だからねへえみたいな。で子供たち、まあ、うちの、まあ、周りだかかいじめとかはなかったんですけど前の,、まあの人たちが「さすがに5時間でいつまで食べてるんだって」だって心配してくれてねパンはね。 その例えばコッペパンってあったんです。今度コッペパンの細長いやつね。あれをね、端から食べていくからお前は時間かかるんだみたいな。だからあれをね、ぎゅーっと水圧すると、まあ今、ハンバーガーのバンズみたいなんですよ、上のパンみたいな。あれで、ね、あれを食べたら、三口ぐらい食べれるぞみたいなこと言われて、ぎゅーってたんですけど、そう変わらないからね、重さとか。だからすっごいミス度の濃いね、あの薄い、あのなんか丸いパイになるんですよね。結局、それを飲み込めないっていうかね、 っていうようなことでね、もう給食ね、嫌いで嫌いで。で、うちの母が、もう先生もね、悩んだんでしょ、いつまでも食べて、5時間目食べてるから。で、こ生徒の母がね、いや、なんかあと五5時間目食べて、そんな美味しくないんだったらね、トースト,ト,ーストとかで、ね、出たとき、焼いたら美味しいので、トースターとあのバターとね、いい好きなイチゴジャム持っていったら、みたいな、教室の後ろに置いといたらどうなのとかって、うちの母が言ってね、それで。 いやそれはさすがにないわみたいなことであ,のあれだったんですけど、まあ、なんかそんなことでだそれだったらそういうのを思い出したら今の子ってそういうので不登校になるのかなみたいなねことになってあの、ま、なるかな,みたいなだからその、まあ、周りもなんかおっとりしてたのかもしれないですけど今考えたらあれ不登校になり得るなとか言って、ね、考えたりとかしましたというあれでね、まあ、要するに今フリースクールもすごいなんか内容はすごい存在すごいいいと思うんですけどね まあ私はこの問題解決するには、まあ、まあ、親の席ってはちょっと言い,言い過ぎで、まあ、今、時代も時代なので、子供がすごい辛抱するってこともないんでね、まあ、だけど、朝起きて学校に行って、まあ、ちょっと嫌なことあるけれども、学校が終わって帰ってきて、そしてま家であるっていう、あの家にいてね、でまたまあ嫌だけど、また朝が朝行ってみたいなことで、行ってるうちに倉庫を。 してまあ、人間関係も変わってきて、学校もあの変わってき学校の中も変わってきてね、で子供も成長するし、まあまあ、耐えられるようになるというようなことで大きくなって、まあ、それでそういった不登校にならないで済むんですよね、で無事に学校行くっていう。だから朝起きて、普通通りに、なんか時間間に合うように起きて、ご飯食べて、そして、こう、ひさを浴びながら歩いて行って、学校で、まあ、集団の中でっていうのは、意外と子供は大事なんですよね。 なんかあれを外れるのはなるべくなんか外れないようにするっていうのは結構まあまあ最小初期の段階大事かなっていうこととまあいじめはもういじめで徹底的にあの先生がちゃんとやる先生はまあ結構ねいじめに対していい加減ですよね、まあ、いじめられてないでしょうみたいなことを言ったりするけどいじめられてるわけだからそこらへんをちゃんとちゃんと対処するっていうことと、まあ、どうしてもそこらへんでいけ,ない,いけないっていう子はフリースクールのね の方でだけど、フリースクールに行ってたら、やっぱり小学校2年生で不登校になったら、フリースクールに行ったら、学校には行けないけど、小学校2年生の分の4科目は全部フリースクールで学べるぞっていう、その3年生で学校に、小学校に戻ってもついていけるっていうレベルのフリースクールにしていただきたいなっていう感じはあります。で、不登校のね、あの生徒数がもう29万人でも30万人近いですよね、どんどん増えてるから、まあ、それはやっぱり有意識問題なんでね、 まあそこら辺をまあ大人がね、まあ、大人がなんかまあ真剣に考えるってことしかないかなっていうふうに思うんですけどね、まあ、私の考え方はそんな感じです。はい